この議論っていうのはよく言われるのは男女同権に反すると。 ね、なんで女がね男の性に96.5%ねほとんどの人は基本男の性に変えるなんでこれ変えるの男が変えればいいじゃないかとかそもそも別姓でいいじゃないかこれ女性の尊厳だみたいなそういう人権論で語られるわけですよね。えー、で、えー、このね賛成する人って基本的にどういう具体的な効用があるかということにあまり目を向けずに男女同権論、えー、ジェンダーフリーこれが正しいっていう ここととばかかりがが印象の中にああって具体的などんな利益があるかっていうことをですねね議論ししようとしないんです、ね、ですすからこの具体的に選択的夫婦別姓をするとどんな利益があるかえどんな不利益があるかっていうこの比較すらあまりやらない男女同権ジェンダーフリーえほんの外国はこうなんだからうちらもとか言うんですけどそもそも言っときますけど外国は関係ないんです。 子供がね、おもちゃ買ってて、だいだれちゃんも買ってもらってるっていう。よその家はよその家ですから、うちはこうだ、それだけの話なんですよね。まあ、してやね、その、えー、民族とかまあ地域とか、その、えーね、伝統文化ということと一体となってるものですから、外国がこうだからこうだなんていう話にはならないわけです、えー。そもそも外国はこうということではない。日本は独自のものがあっていいし、各国それぞれ独自のものがあるわけですね。で、夫婦別姓って言っても、ジェンダーフリーに立脚した夫婦別姓じゃない 中国,とかはね、中国なんかもともと朝鮮と中国今も元は一緒ですけれども、えー、儒教ですからそもそも女性には性なんかありませんし 結婚したからといって男の家に入るなんてそんなことも許されないんですよ。要するに出産マシンとしか見てませんからね家に入って相続権とかありえないんですよ中国のねだ中国の儒教っていうのはもう完全な女性蔑視ですから女性にそんな権利なんか与えないし相続権もないあの、ね、死んだら実家に返すんですよ遺骨をそのね夫の家の墓になんか入れませんよ出産マシンですからだから夫婦別姓なんですよジェンダーフリーから出てきた夫婦別姓じゃないんですよ それが、ね、サさもジェンダーフリーで、ねはい、進んでるって何を言ってるんだって話ですよ。ですからそれが 中国でであり朝鮮なんですね中国は共産党が支配するようになってからちょっと変わりました。えー、と同棲を認めるようになったで、えー、別姓はもちろんあります。あと連結性です、ね、まあ私の、ね、中華料理と中国語とあとい,いかに共産党がやばいかっていうのを教えてくれた先生が大間基準先生っていうんですけどももともとおさんとマーさんが結婚して大間になってるわけですよそれ連結性っていうのが可能なんですね。はいえー、ですからそのね、えー 夫婦別姓の国というのはジェンダーフリーだなんていうこと自体全くおかしい話なんですねはいえなので外国がどうだから日本もとかって議論がおかしい日本は日本でいいわけですこれね国連のねなんか人権委員会かなんかが、えー、夫婦別姓おかしいとか言ってるわけですよは何言ってんだって話でじゃあね朝鮮の夫婦別姓がジェンダーフリーに反するわけだけどそれを言わないわけですよえー、お嫁さんがね 夫の家の人間になることを禁止されているんです、えー。そこには何も言わないんですよ。えで、日本はですね、まああのどっちでもいいんですよ。え女性が ねえー、男性の方の家に入ってもいいし男性が女性の方の家に入ってもいいどっちでででもいいいいんですす当人同士が決めればいいわけですね、はい、だから必ずしも女性が変えなきゃいけないということではないまあただね、あのー、男が性を変えるというのは全体の大体4.5%くらいですからほら結局女が変えるんでしょうって話なんですけどもねでも一応自由なわけだから当人同士で決めればいいわけなんではい。 武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。